たまたしました、はい、すいませんでした。もう時間ないんですね、はい。特集ですけれども、増え続けるアジアからの観光客ですが、彼らを観光以外でも呼び込もうと道内で今さまざまなビジネスが盛り上がりを見せています。純白のドレスに身を包みバージンロードを歩く花嫁。我最愛的小宝贝，我做到了当初对你的承诺。永遠の愛を誓ったのは台湾から来たカップルです。台北の電子機器会社で働くホアンさんとマーさん夫妻です。おはようございます。真的因为我真的是 Kingup 真的哦，他撑着。哦，我真的耶。札幌の市街地から離れた丘の上にあるローズガーデンクライスト教会。道内でも人気の高い結婚式場ですが、台湾や香港など海外からのカップルの挙式が増えているといいます。婚礼組数が若干まあ少子化問題もありますし、減少していくんではないかっていう予測の中で、アジアからの新しいニーズを開拓したいと。ホームページは中国語でも対応。新郎新婦には台湾出身のスタッフが常に付き添い、案内や通訳を担当します。こまめに仕合わせして、お客様のニーズとか気にすることとか事前に把握した方が一番いいかなと思います。結婚式が始まりました。式の後は札幌を見渡せるテラスで写真撮影。ここに台湾人ならではのこだわりが。雪景色の中で撮影するウェディングフォトが、雪のない台湾や香港のカップルに大人気なのです。結婚式っていうのは形に残すので、皆さんに多分見せたりするのがすごく好きなんじゃないかなとも思いますし、やっぱり具体的な、なんかイメージ的なものがあるような感じはしますけどね。北海道産の食材を使った料理も人気の理由の一つです。雪がこんなに綺麗な場所で結婚式に参加できてよかったです。海外での結婚式って憧れます。ここで結婚式をして本当に良かったと思っています。ヘアメイクの間も、私がちょっとでも躊躇する顔をしたらすぐに気づいて直してくれて、すごく安心しました。北海道の雄大な自然とスタッフの細やかな気遣いが、式を挙げるアジアのカップルの喜びにつながっているようです。